欲しい。広がるほど強さを増す思い。自分の居場所が、自分の世界が。広がるほど深さを増す思い。欲しい。そしてその願いは重さを増していく。ちょっとあんたたち、自分の分は自分でやりなさいよね。なんだと小娘、貴様誰に向かって口を聞いている。どうしたんですか皆さん。あ、聞いてくださいです。フェンリッチさんたちがゴミ拾いせずにサボろうとしているんです。俺はサボる気などないぞ。ゴミ拾いごときに逃げも隠れません。しかしフェンリッヒが。当然です。閣下がお手を汚す必要はありません。ゴミ拾いなどこいつらがやればいいのです。人にやらせたらボランティア活動の意味がないだろう。ちゃんと自分でやれよ。アホか。だいたい何が悲しくて閣下がボランティアなどせねばならんのだ。お前たちもお前たちだ。急にボランティアなどと似合わないことをして一体何の真似だ。知らないのか。ボランティアは新大統領の命令だぞ。ちゃんと聞かなきゃダメなんだぞ。アクタレさん、また大統領の座を奪われちゃったですか。うん。ところでさ、新しい大統領って、っていうか、あれ、なんで私たちゴミ拾いなんてしてるわけ。そういえば、なんだか無性にゴミが拾いたくなって。みんな、ちゃんとゴミ拾ってるかい。何者だ。この異常事態は貴様の仕業か。異常事態？バカ言ってんじゃないよ。こいつは清く正しいボランティア活動さ。おっと、あたいとしたことが申し遅れちまったね。あたいはラズベリー、この魔界の新大統領さ。こいつが新大統領。マニフェストは1日1ゼロ。この魔界をワルの巣窟にしてみせるぜ。ラズベリルさんじゃないですか。私です、フロンです。あ、フロン。お、久しぶりだね。元気してたかい。なんだかすっかり様子が変わって、あたいとしたことが気がつかなかったよ。なあ、サインくれよ。もちろん、そんなのお安いご用ですよ。で、サインしてる場合か。こいつはどこの何者なのだ。ああ、この方はラズベリルさんといって別魔界の悪魔さんです。別魔界？地球以外の魔界から来たやつがいつの間にか大統領になったってのか。ラズベリルさんは悪魔なのに良いことをするのが大好きな不良悪魔さんですよ。不良悪魔だと。そうさ、地元の魔界じゃ札付きのワルで通ってる泣く子も黙る非行少女なのさ。あれ、ボランティアとかいいことしてんのに、なんで悪なの？悪魔は悪いことをする子が優等生、良いことをする子は不良なんですよ。天界や人間界の常識とは真逆のあべこべの価値観を持っているんです。悪魔なのに良いことするなんて強敵の登場なのです。強敵かただのアホかの判断は置くとして、説明してもらおうか。
別魔界の悪魔であるお前がなぜこの魔界の大統領になっている。そいつは難しい質問だね。実はあたいにもよくわかんないんだ。またか。天使長フロントいい、こいつといい、なんで大統領になったかわからんくせに、なんで大統領やってるんだ。大統領になればみんなに命令できるだろ。みんなを強制的にワルに教育して、あたいはその頂点に立つのさ。ボランティアでゴミ拾いなんてほんの序の口だよ。あたいが大統領になったからにはもっとハードな不良行為が待ってるぜ。オアシス運動に募金活動、ヘルマーク集め、早朝のラジオ体操や歯磨き運動、献血だってきっちり全員参加してもらうぜ。献血だと？貴様こともあろうに閣下に献血などさせる気か。そうさ、全員参加だ。誰一人として半端は許さないよ。うげえ、そんなことさせられるんだったらアクターレ大統領の方がマシじゃん。ですね。無能で人畜無害で何の役にも立たないアクターレさんの方がマシなのです。早くも国民からはアクターレ大統領の復権を願う声が上がってきたぞ。願ってるんじゃなくて超消極的選択だっつーの。なんだよあんたたち、大統領命令に逆らおうっていうのかい。いいと思う、かかってきな。あたいがあんたたちのハートにボランティア魂を叩き込んでやるよ。そして涙ながらに突っ走るんだ、あの夕日に向かってね。
タンタゴゴゴーゴゴスタンタゴゴゴーゴスタンタゴゴゴーゴゴやるね、あんたたち。あたいの負けだよ。煮るなり焼くなり、あんたたちの好きにしな。負けたのに、ものすごくすがすがしいです。いやいや、負けっぷりを見習っちゃダメでしょ、ラスボスとして。よし！それじゃあまた俺様が大統領ってことで、あばよ涙、よろしく哀愁。もう突っ込む気にもならない。勝手にしてくれ。
ラズベリルとやら、戦いを通してお前の熱きボランティア魂が伝わってきたぞ。だが真のボランティアとは自らの意思で行うものではないのか。あ、大統領命令で強制的にやらされた善行が果たしてボランティアと呼べるのか。そうだ、その通りだよ。どうしてそんな基本中の基本をあたいは忘れてしまってたんだろう。あたいはワルの風上にも置けない悪魔だ。悪魔としては優等生の方が正しいんだけどな。女の子にはちょっぴりワルに憧れちゃったりしてしまう甘酸っぱい青春時代があるものなのですよ。そうそう、乙女心は複雑なの。あんたも大人になればわかるわ。これでもお前たちよりかははるかに長く生きてるんだけどな。ラズベリルさん、ご自分を責める必要なんかありませんよ。あなたが自分を見失っていたのは世界の異常事態に巻き込まれてしまったせいなのです。私も同じように異常事態に巻き込まれ過ちを犯してしまいました。少しは気にされた方が良いと思いますが、天使長として。そうか、そうだったのかい。あたいは異常事態のやつのせいで惑わされちまったってわけだね。この落とし前きっちりつけさせてもらわないと地元には帰れないね。お前もこのまま居座る気か。なーに遠慮するなって。あたいとあんたたちは拳と拳で語り合った仲じゃないか。なんだか賑やかになってきたな、フェンリッヒよ。次々と色物ばかりが集まってきて迷惑な話です。無駄に濃いキャラクターばかり揃って、これでは常に主役であらねばならぬはずのバル様の存在感が薄れてしまいます。まあ良いではないか。敵の正体が見えない以上味方は多い方が良い。良い、全ては我が主のために。しかし別魔界の悪魔にまで影響が出ているとは。この異常事態、神のやつが絡んでいる可能性も。